2番目だったか。負けたんか。めっちゃすぐ送ったよ、ゆう。0時パンって送ったのに、それより負けてる。ねえ、 LINE しないで。そう、マネージャーさんから LINE 来るんですけど、やばい、バレる、だって。もうマネージャーさんっていう聞いた時点で、あって思ったよ。もしかしたらマネージャーさん23時59分のに送った可能性はない。なんだよ、負けた。あ、マネージャーさんないよ、だってちゃんと0時に送ったらしい。一番狙ってたのに。まあまあ、メンバーの中ではメンバーの中では1位ってことで、こっちも0時になって、あ、やべってなってすぐ送った。いや、すぐ送った割に1位なんですけど。そうか、1位だと思ったな。てかさ、皆さん配信、じゃあちょっと59分にやめるからとか言ってさ、あの、皆さん配信早く終わりますとか言ってたのに、2番最悪。何、チュンは何、チュンは十何分に送ってるらしい。まあまあ、チュンっぽいよね。思って、そうなのです。ちょっと変になっちゃった。十何分で6位か。チュンは4番、4位5位は千葉のお友達。おお、そういうことか。あの、インスタの写真は、あの、夏希、この中だったらどれがいいって、こうやってどれがいいってやったら、ゆうが選んでいいって言うから、じゃあ全部って言って写真撮ってもらいました。どう、あの、夏希、夏希が、夏希色の背景。こんばんは。やばいやばいだったらしい。1位狙ってたんだろうな。なあ、そういうチュンの誕生日負けてる、あ、誰いうのね、1位じゃなかったんだよ。で、来年っていうか、だから今年、今年の誕生日、チュンの誕生日は1番に送るからっていうのを去年の誕生日に約束してるので、
可愛すぎた。嬉しい。まあ夏木がよね、言ったらね。似合ってたね、夏木のハッピーバースデーの帽子。美人系になった。あら、本当ですか、嬉しいです。何一番目指すか。あ、チュンの誕生日ね。ね、マネージャーさんという会話してんだけど、どういうこと。え、何、どういうことですか。チュンの誕生日も一番目指すっていう。まあビニール袋に入れて持ってって、ちょっとこれ一緒に写真撮ろうって言って、もつことの写真届いた。あ、もつこ、最近の流行り、もつこ。なっちゃんに何歳って聞いた？やるか、配信越しで。絶対に見れる状況じゃないのにやりたいと思います。夏木お誕生日おめでとう。何歳って聞いてきて、こっちで 見とくわ。ねえねえ、何歳？わ、アイス食べてる、いいな。何このかわいいイヤリング、しかもこれさあ、高いやつなんじゃないの？おほほ。おめでとう。今日劇場でもつこ見てきた。あ、そうなの？同い年だよ。かわいい、かわいいね、アイス食べてるね。ポキは何歳だって？19歳19歳。夏木と同い年だよ。いやん、かわいいね。クラゲ、クラゲいるね。こんばんは。っていうかさ、今度スイスイとコラボ配信したいな。
オキまだ19歳。え、何日同い年なん？28、29、30、34。51日同い年かな。え、カニラーメンってどこで食べてたって？あら、コラボ配信したいって嬉しい。どこでカニラーメン？寺泊行ったのかな？カニラーメンってどこで売ってるの？私はカニ食べたけどね。ゆうまだカニラーメン食べたことないんですけどね。カニ単体はめっちゃ食べるけど、カニラーメンはあんま食べたことない。危ない。うちのばあちゃんとじいちゃんは、え、だってさ、誰と行ったのって話じゃん。まあ私はあれなんですけど、寺泊まりで買ってきてくれた、あのじいちゃんとばあちゃんが買ってきてくれたカニを食べたんですけど、だからおじいちゃんおばあちゃん、じいちゃんばあちゃん、夏希とすれ違ってる可能性あるじゃん。じゃあゆうも行けばよかった。なんかさ、今日さちょっとお休みだし、ダイエットしてるし、あんまり食べ物の誘惑があるところには行きたくないと思ってさ、ゆうはいいかなって、じいちゃんばあちゃんのお誘い断ったんで。惜しい。それで何食べたの？今日はカニしか。待って、カニ。
カズチーとカニで、さっき夜ご飯でキャベツ納豆サラダと、エビフライ1個食べた。あれ、ちょっと、あ、ネギタン塩も食べ、ん？ネギ塩タンがもう食べた。そういう感じですかね。朝ごはんは食べてないので そうなんですよ。朝ごはん食べず、お昼ごはんカズチーとカニを食べて、夜ごはんにエビフライ1本と納豆サラダとネギ塩タンです。ママか、ナチュママと会うかもしれなかったのね。ダイエットしてる人は寺泊まりやばい感じ。でもカニとか貝とかイカとかヘルシーじゃん。ヘルシーっていうかカロリー低いじゃん。それだけを食べるならいいと思う。ただその食べ歩きじゃなくて、どこかお店に入って海鮮丼食べたいとか、カニイクラ丼食べたいとか、なんか急激に五平餅食べたくなっちゃったとかなると、あとさ、そのさ食べ歩きのところにいろんな味のソフトクリームとかが売ってるんですけど、そこに目をつけちゃうとやばいよよっていう感じですね。だからイカの浜焼きとか、つぶ貝のつぶ貝焼きとか、カニとかだけだったら全然楽しめちゃう。じゃあソフトクリームじゃなくてかき氷にするとかね。難しい。だからその食べ歩き系は炭水化物少なめなんですけど、お店に入ると海鮮丼とか定食みたいな感じで出てきちゃうから、ご飯を食べちゃうことになるので。アーシャとは違う雰囲気ですね。今日は初めまして、前髪を流してしまい、流しましたです。今日は何時起き？めっちゃ遅かったよ。一回10時半くらいに起きて、その後また寝たよ。ウニ丼食べたい。あ、だよね。ユウもウニ丼食べたいよ。そうそう、ぬ、あのね、意外とね、食べれちゃうんだよ、いろんなものを。あ、おすすめはイカの浜焼きとトウモロコシ焼きを食べたら結構お腹いっぱいになるからおすすめ。湯が海鮮丼食べちゃうよね。情緒すんごいわかるだよね。ユウさ、まあ、顔が忙しいんですよね。ゴールデンウィークはテレドマに行ってみます。え？マジ？行ってみて行ってみて。楽しいんだね。5月5日の公演当選しました。嬉しい。楽しみましょうね。可愛いぞ。ありがとう。なんかラーメンクリップでもつけようかな。あら、可愛い。
手当まり海水浴場でダッシュ、消化しましょう、消化じゃない消費消費しましょう。なんかここ2日くらいにここ2日くらいななみさんのからななみさんがおすすめしてくださった筋トレ動画をやってるんですけど、なんか筋肉すげえついてきちゃった。皆さんムキムキ、多分腹筋割れたりとかムッキムキにはならないと思うんですけど、ちょっと筋肉ついてるポキでもう好きでいてくださいね。なんかムキムキになってきたなとか思わないでくださいちょっとなんかすごい勢いで筋肉ついてきてるんですけど、体重計でさ体脂肪率とか筋肉量 の、 筋肉の重さとかがさ全部さ乗っただけでわかるみたいな体重計ってあるじゃないですか。それで測ってダイエットする前に、例えば体脂肪率と筋肉量がこんだけだったのに、筋トレとかウォーキングした3日後とかにはもうなんか筋肉量すんげえことになるんですよ私すごい筋肉質だから、ちょっと筋トレしただけで筋肉がドゥルンってつく助けてやめてみんなに分けてあげる私の体質。面白い女って言われた、褒めてるそれイカ焼きめっちゃ美味しかっただよね。あれは食べ歩きには必須。ゴールデンウィークの寺泊まりとかゾッとする。確かにすっごい混んでて、人に酔うくらい混んでる。ゴールデンウィークは3日から7日まで新潟滞在ですが、おすすめ観光スポットはまず弥彦行く。弥彦の黒糖温泉まんじゅうを食べる、わらび餅ドリンクを飲む、神社にお参りに行く、で寺泊まり行く、寺泊まり一日過ごせちゃうよ。あれ？あとジェラート屋さんがあるんだけど、どこだっけ、ちょっと待って。なんかさ、リリノがミニコーナーでやってた群馬の観光プランみたいなのと一緒、同じ感じでさ、ユウも新潟の観光プラン考えたいな。弥彦に行ったら甘いものばっかりだけど、レガーロっていうジェラート屋さんがあるので、そこに寄ってから帰ってくる。そういう感じですね。はい。そしてそうですね、長岡
花火感もいいですね。ぜひヤシオさんに行ってきてください。あ、フランボワーズさんにも、あ、でも違う、これはマジで1日で行ったら口の中あんまいことになっちゃうので、3日から7日まで行くのね、いるから3日は公演4、6、7と新潟で自由行動なのかな。そうですね、難しいね。あ、遊園地とか行ったらそう、もともと筋肉ありそうなのに、よりなんかムキムキに なっちゃいそうだから、プロテイン飲んでない、飲まないよ私、飲んだことない。あ、なんかさ、紙パックのさ、これくらいの200とか300ミリリットルとかのやつは飲んだことあるけど、粉を水に溶かしてシェイカーで振ってみたいなプロテインは飲んだことないんですけど。数字じゃない、水泳ガチ勢でしょ。そう、でも今やってないのに筋肉質な体を育て上げてしまった、幼少期。だから男性からしたらね、言うのさ、そのさ、ずるんな筋肉のつき方はさ、羨ましいのかもしれないけどさ、女の子なのにさ、すんごい、だってさ、ウォーキングしただけでさ足がムキムキになるし、だからランニングなんてダメなんだよ、やったらマジで筋肉マッチョになっちゃうから、ランニングではなくてウォーキングにしたいんですけど、ウォーキングだとしてもめちゃめちゃすねのところにムキムキになって、腹筋を1週間なんてしたらもうちょっとうっすら線出るんじゃないかってくらい腹筋割れてしまうし、そのくせ肉はついてんだ、どうすんだよどうすんだよ本当に ムキムキになったら押させてください。やだよ、ムキムキになりたくないんだもん。寺の森近すぎて全然行かない。ああ、ちょっと行って、そしたらカニのカニがいっぱいいるかもしれない。 KMT ちょっと待って、すごいラグが起きてる、やばい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 。プロテインは動かないと太るよ、大丈夫、プロテインなんか取ってないから腕立て伏せって難しいよね私腕立て伏せできない、自分の体重手だけで支えるなんて無理だ。力こぶはこうやって後ろから森って押したらできちゃう、森森森。
できません、そんなできません。こういう感じでよいしょ。ポキちゃん、気力、握力34。渡り鳥持つの担当決定。でもあの時 NIG フェスの時持たなかったんだよ私。マイク持ってる係、リリカとナツキがせーのってやってた。腕相撲大会やりたかったんだけどさ、怪我させちゃいそう、怖いよねあれ。そう、34だと体力テストで、体力テストで10点取れる。3期生だとヨナちゃんが一番力ある。3期で比べたことないから分かんないけどさ、ありそうじゃない私。実はめちゃくちゃ強い人いるかも。隠れ怪力、隠れ怪力いたとしたらみんなほっせーのにさ、どこに筋肉ついてるんだろうね。体力測定やったら燃えそう。なんか私力系はいけるんですけど、だから握力しか、握力と腹筋くらいしか私は勝てるところがないね。ちなみに 50m は何秒だった、覚えてないけど7秒後半だったはず。7秒6とか7秒8とか、そんな 7. 偶数だったんだよな多分。ちゃんが意外に強い気がする。でもゴルフで私めっちゃやっぱ力強いんだって思ったってことは、もっちゃんよりは強いんだよ多分。春は強そうだね。春は足速そうだし、速そうっていうか速いんだけど。あ、ルアも強いか、わかんないけどね。では水中だったら負けないかな。あ、ルアがいるか。水中鬼ごっことかだったら逃げ切ります。あとなんか水の中で何回転できるかとかだったら勝てるかもね
何回前転できるかみたいな、一回の呼吸でぐるん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 ってその中で何か取ってくる競技とか、うん、勝てる勝てる言うのは何回転できる、多分4回転とかだと思う。1回の呼吸だったらね。今日着てる服お嬢様みたい、ありがとう。そうなの、これシーンさんで購入したんだよ。下は茶色いスカート、今日は清掃。あ、今日こそこういうこういうのが似合うんじゃない？ちょっと待って、おーおーおー、いいんじゃないの？これに見えなくなっちゃってるけど、いいじゃん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 、こういう感じだよね。あ、お嬢様だよねお嬢様、お嬢様、プラス5歳年上に見える。おーいい、24歳、24歳に見えますか皆さん。ごきげんよう、ごきげんよう、ごきげんよう。喋んなかったとか笑わなかったとかみんなひどいと思う。鼻の下かゆ。ちょっと笑わないとくわ。ドゥフとか言っちゃう。よくないね。話した書かなければお嬢さん。え、なんかさ、松井玲奈さんってさっきから3、4回言われる。嬉しい、ありがとうございます。クリーム動いちゃう。ごきげんよう。
いいですね。これこそお上品じゃないですか。インスタね、分かった分かった。明日投稿するわ。これをカチューシャつけてる方がいいよね、きっと。一応ね、あのね、撮ったんだよ。前髪流してるの珍しいなと思って、一応写真は撮ったんですけど、カチューシャつけてるの、あなので撮りますね。あとで綺麗に整えて、こうボコボコとかない状態でちゃんとこれも出して、ちょっと頑張って撮りたいと思います。あ、そうですよ、ムキムキです。これでこんなごきげんようとか、前髪流してみましたとか言ってるけど、ムキムキです。やだやだ、やめた。それではまた後でなんですけど、壇上を読みたいと思います。下はジャージじゃないよ。だから今日茶色いスカートです、ですです。では壇上を読みたいと思います。13位、ハウルコさん、ありがとうございます。12位、ワタちゃん、ありがとうございます。11位、片山さん、ありがとうございます。10位、新潟和さん、ありがとうございます。9位、カシンさん、ありがとうございます。8位、トモジーシャリジョーチュン。ありがとうございます。7位、リュウさん、ありがとうございます。6位、古川さん、ありがとうございます。5位、マコイモさん、ありがとうございます。はぁ、泣けるぜ。次、はい、もう一回。13位、わたちゃん、ありがとうございます。12位、新潟かずさん、ありがとうございます。11位、かしんさん、ありがとうございます。10位、ともじいしゃりぞうちゅん。言いにくいな、ともじいしゃりぞうちゅん、ありがとうございます。9位、古川さん、ありがとうございます。8位、まこいもさん、ありがとうございます。7位、片山さん、ありがとうございます。6位、ひろいちさん、ありがとうございます。5位、としさん、ありがとうございます。4位、りゅうさん、ありがとうございます。3位、ゆうきさん、ありがとうございます。2位、だっちゃん、ありがとうございます。1位、むっしーさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。じゃあ、ゴルフ部見てね。このあと、10分から。皆さん、ぜひ、水津なつきちゃんのファンの方、ぜひインスタのフォローをお願いします。元ユナアンダーバーポキのフォローをお願いします。それでは16分とか17分とかですかね、また戻ってきます。
ではゴルフ見てね、太もも太もも、ごきげんよう。あ、間違えた。ごきげんよう、バイバーイ。